働いてる両親に代わって僕を育ててくれたのはばあちゃんだった。はい。魚の食べ方うまいね。ありがとうございます。ただいま。ただいま。ばあちゃんはいつも台所にいて、骨は端に寄せて。食べ方には厳しかったけど、それ以外は優しかった。初めて喧嘩した日も、初めてラブレターをもらった日も、ばあちゃんは何も言わずにご飯を作ってくれた。お邪魔します。お茶になります。それなのに僕は、じゃあなんかごめん、ひどいことをしてしまった。口に合わなかったのかね。うちの料理が古臭いからだよ。そうか、ごめんね。悪いことしたね。本当はばあちゃんの料理が大好きなのに、食べたいと思うのはいつだってあの地味な料理なのに。そうだ、週末ばあちゃんに会いに帰ろう。ばあちゃんに謝ろう。あん時はごめん。ばあちゃんは何も言わずに微笑むだろう。僕は泣きたくなってばあちゃんのご飯をかき込むだろう。家族をつなぐ料理のそばに、東京ガス。